めぐりの塔の悲劇を提示する映画にはしたくないなと思って、やっぱり日本人がちゃんと立ち上がる、様を今の我々がちゃんとこう受け止められるような映画にはしたいなと思って、あとは現場でユースケ・サンタマリアが暴走しないかそればっかりをこう今のこの舞台挨拶もちょっと不安なんですが、そのことに注意がけながら撮影は進めました。はい、本当に、ね、職員室の先生4人とあのクラスの子供たちみたいな感じで、あのもちろん撮影現場ではあの会うんですけど、ちょっとこう4人のこう男たちの話と、あの女子は女子であのそういう楽しい話をしていて、はい、とてもあのお互い聞かない方がいいような話ばっかり多分してたんだと思いますけど、ここでは言えないようなね、ちょっとあのこの撮影したことによって僕はあの個人的にみんなと意気投合しまして、今バダクシのうちにねみんな下宿してるんですよ。冗談ですよ、冗談ですからね、変な大問題に発展してるのこれあれなんで、冗談です。今日こういう完成披露試写があるんでしたら行きたいと、先生あたい行きたい、みんな出ておいで。この映画の中であの軍人さん3人出てくるんですけれども、あの坂井さんとそして福士さんとあと中村獅童さんですよね。そこでですね、ある演出があって、あの好きな人に向かって敬礼をしてください、一体こう誰が好きだったのかっていうのを、それ今ここで言えって、はい、すいません、ユースケさんは大丈夫ですよ、見守り隊で。僕はだって、はい、なんでそこに僕の名前が入ってないのかっていうのがねちょっとあれなんですけれども、一緒にね、まあまあ、こっち側にいたんですね。そういたんでちょっとね、はい、では行きますよ。坂井雅人さんだった人、さっきね楽屋でプレッシャーをね、どら焼きをね差し入れしたんです。ちょっと卑怯じゃないですか、卑怯じゃないですか。福士誠治さんが良かった人、好きだった人、中村獅童さんが好き、どんなところが中村獅童さん好きだったんですか。はい、撮影前にあの女学生の肩をこうポンポンって叩いて知らないふりしてたんですけど、みんなあのユースケさんがやってると思っててみんそういう僕一切何もしないんですよ。中村獅童さんがそんなことするわけないよとか言って、であの意外とお邪魔なところがいいなと思います。誰もがやっぱりこう永遠の眠りにつくときに送ってもらいたい歌があるんではないかなと思っていて、この映画の中の少女たちにそういう歌がぜひあってほしいと思って、そんな思いを込めてあのレコーディングに臨みました。この映画を撮影したのが去年の6月7月、でした。その時は、公開の時にまさか日本がこういう状況になっているとは誰一人、思っていなかったのですが、こういう日本だからこそ皆様の心に響く要素をこの映画はたくさん持っている、そういう作品じゃないかと思います。あの今日本当に暑い中あの ようこそおいでくださいました。映画の中の8月15日も非常に暑い一日です。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。